お帰りなさい、殿。あなたの幸せは私の幸せ。それではまず、何をしたらいいですか？殿の幸せって何ですか？急にごめんなさい。でも私、殿には幸せになってほしいから。だから、私にできること、何かないですか？あなたが望むなら、大垣城、変身です。殿のためなら私は。万事つかまつりました。大垣城、出陣です。
で滅ぼすのみ。アイエナ、すみません。よせ、こういうのは慣れ。何をするのだ。私の領地に入ってこないで。おお、いたずらする子は、捨てたり巨牛を。ちーちゃん、何をするのですか。で大丈夫かな。きっと大丈夫だよね。私で大丈夫かな。きっと私で大丈夫かな。きっと。えっ、戦だけは得意なのよね。格の違いを教えて差し上げますわ。捨てた巨牛を怒らせましたね。格の違いを教えて差し上げますわ。格の違いを教えて差し上げますわ。これ、凶王の力。殿のもとへ行かせない。何があっても。格の違いを教えて差し上げますわ。これ、凶王の力。殿のもとへ行かせない。格の違いを教えて差し上げますわ。さあ、お遊びはここまでですわ。殿のもとへ行かせない。何があっても私が幸せにするんだから。殿を守る力を。勝利のあなた、勝利のあなた。これ凶王の力だ。勝利のあなた、勝利のあなた。捨てたる巨牛を怒らせましたね。この家田城こそが殿を、ま、ついはいいよ。北欧のためなら勝利の穴。我が武装の前ひれ伏せ。何も心配するな。すべて私が蹴散らしてやろう。
吠える我が獅子の。私で大丈夫かな。きっと大丈夫だよね。斧の元へは決して行かせぬ。いい。とっとは何も心配するな。とは何も心配するな。とは何も心配するな。すべて私が蹴散らしてやろう。何をすればいいでしょうか。
Thank you.
Thank you.
ただいま戻りました。特に異常はありませんでした。私のことを知りたいのですか？そうですか、わかりました。それでは説明させていただきますね。私は西美濃の要衝と言われた城で、全国的にも珍しい4層の天守を持っています。関ヶ原の戦いでは石田三成様の本拠地にもなったのですが、実を言うと争い事は好きではありません。こんな私ですが、そのそばにいさせていただけると嬉しいです。殿の幸せって何ですか？急にごめんなさい。でも私、殿には幸せになってほしいから。だから私にできること何かないですか？今度近くの湖へ行きませんか？私実は泳ぐのが大好きで。はい、殿と一緒に泳ぎたいのです。ダメですか？何をしてるのかですか？いえ、特に何も、ただぼーっとしていただけです。そうだ、殿も一緒にぼーっとしませんか？わかりました。戦支度を始めますね。私でお役に立てるならどこへでもついていきます。殿は私が幸せにする。殿のためなら私は。これが私と殿の絆。はい、どんな命令でもです。だって殿のことを幸せにしたいから。だからどんなことでもいっぱいたくさん何度でも命令してください。無理はしません。だって無理なことなんて私にはないと思うから。あ、でも空を飛べと言われたら、その少し困ってしまいます。そうですか、よかった。でしたらいつか一緒に泳ぎに行きませんか？はい、できればあなたと二人きりがいいです。
ずなら、これから好きになる可能性もありますね。でしたら私が好きにさせてみせます。だって泳ぐのはとっても気持ちがいいことだから。よかった、大好きなあなたからそんなお言葉をいただけるなんて。なんで私泣いてるのでしょうか。私そんなに太っているでしょうか。え、そういうことではない。ではどういう意味なのですか。あ、なぜため息をつくのですか。どうの、あなたが望むなら大垣城変身です。ただいま戻りました。特に異常はありませんでした。万事つかまつりました。大垣城出陣です。すべては殿の幸せのため、誰であろうと滅ぼすのみ。すべては殿の幸せのため、誰であろうと滅ぼすのみ。ふにゃ！ごめんなさい、変な声が出てしまいました。殿は私が幸せにする。殿の元へは行かせない。何があっても私が幸せにするんだから。殿の敵は私の敵。死水祖は不動の心。殿を守る力を。死水祖は不動の心。討伐完了。殿、次は何をすればいいでしょうか。私は大垣城
西美濃の幼少として培ったこの力で、きっとあなたを幸せにしてみせます。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。おー、殿、寝てしまいましたか？殿の寝顔、うん。お隣、失礼します。